This is the Cycle Line train for 新宿。This is the Cycle Line train for 新宿. The next station is 北与の JA25. The doors on the right side will open. There are 5 seats in most cars. Please offer your seat to those who may need it.快速とですね、ここに書いてあるんですけど、この快速停車駅がこうなってて、大宮、北代の南与の中浦和、武蔵浦和、この新規に3駅に停車することになります。今までですね、各駅停車以外止まらなかった駅に常にですね、快速電車が止まるということで、まあ、念願のあれなのではないかなと思います。でここで、まあ、いわゆるあと1週間でビデオが上がってしまう、相鉄直通
ね、今1週間の未来の話は快速電車通過シーンを見て、各駅で、この北尾の南尾の中田3駅で、快速電車通過シーンを見ていきたいと思います。The next station is Musashi Urawa, JA21.埼京線が大宮を埼京線快速がですね、大宮を発車して北尾の与野本町南尾の3駅目の駅になります。南尾のまあ駅構造は戸田公園と似たような作りになります。で、戸田公園の通過線ですね、こちら戸田公園の、ここ戸田公園の通過線なんですけど、戸田公園の通過線といえば通勤快速以外使わない通過線として有名、つまり休日は一本もその通過線を走らないことで有名ですが、南与野の通過線も実際そのようなことになります。まあ皆さん知っての通り、埼京線はもともと高崎線との直通運転を計画していました。高崎線との直通運転を計画していたため、まあ、途中駅で特急電車との、ね、行き違い、まあ、通過待ち合わせがあることを、まあ、想定していたわけでして、まあ、バン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 埼京線内で、ね、通過待ち合わせをやるような感じの目的で作られたわけでもないわけなんですね。
埼京線の歴史を説明するんですが、この埼京線、先ほど言った通り高崎線と直通運転を計画していました。そのためホーム両端にはこのように広大なですね、ホーム作りたそうなスペースがあるわけです。これは埼京線内全駅にあるので、今でも15両編成にしようと思えば15両編成ができます。で、この埼京線なんですが、なぜ今川越線と直通運転をやっているかについてですが、いわゆる高崎線と直通運転ができなかったから川越線と直通運転をやっているわけです。まあ、これは何かというとですね、高崎線に、車両基地を作りたかったですね。建設工法としては宮原駅付近に車両基地を作りたかったわけなんですが、宮原駅付近ね、土地が、残念ながら入手ができなかったということで、土地がないので乗り入れることもできないわけです。直通運転をするときには当然車両数が増えますから、車両を置く場所が必要なわけなんですが、車両置き場がないとなったら直通運転を、できない、つまりさせることができません。何としても直通運転させないといけないという埼京線はですね、何としても直通運転させないといけない埼京線というのはなぜかというと、これ実はですね、埼京線に車両基地を置くスペースがなかったんですよ。だから直通運転をしてどっかに車両基地を置きたかったんですね。で、埼京線に唯一置こうと思ってたスペースは今のロッテ浦和工場のあたりなんですけど、当然ながらですね、今ロッテ浦和工場のあたりといったらですね、ロッテのチームが2軍の球場をですね建てましてですね、当然断固拒否と、埼京線の車両基地を作る責任ゼロってわけなんで、荒川を渡った反対側の広大なですね、田んぼにですね、川越車両センターを建設して、川越線の直通運転、そして川越線を早期、電化することによって、なんとか、埼京線の運行を、現在やっているということになっています。ただ、埼京線のデメリットとしては、荒川橋梁が風で規制されたら、川越車両センターからの、電車出港ができないため、川越線が、完全にもう風でもう止まったら埼京線の運行は終了というわけになっているということで、さらにですね、車両基地が、川越車両センターということで、遠いところにあるということで、終電が早いと、新宿発でちょうどの電車が最終ということで、終電が、やっぱり M 電と言われている高崎線とか宇都宮線とかと比べるとやっぱり早いかなという印象です。十分ね、高崎宇都宮も遠いからね、だから車両基地が遠いから、その終電が早いみたいなっていうわけでもないと思うんだけど、シンプルに車両数の問題なのかなとも思わなくないですけど、っていうのが埼京線でした。で、地味に僕南大野の駅降りるの初めてだわ。
はい、では中浦和です。中浦和もここが、11月30日に追加される、快速の停車駅ということになります。ご注意ください。で、逆に言うとですね、まあこの先の、まあいいや、それはもう言わないよ。で、ここでもう埼京線の快速の通過周を見た、通過を見たら、まあ終わりですね。感じ、まあ、時間も時間なんだろうけど、あんまり人が乗ってる感じはしないよね。うん、JR 東日本をご利用くださいませ。なんかね、やっぱり人がいない。今度の1番線の電車、そうか、突っ込まない方がいいか。16時に止まります。発車の際、ホーム上のお客様が列車の席を出しましたため、安全の確認を行いました。約6分ほど遅れて、まもなく武蔵浦和駅に到着をいたします。ご利用のお客様、列車が遅れまして、ご迷惑をおかけいたしますことをお詫びいたします。申し訳ございません。まもなく武蔵浦和です。お出口変わりまして、左側です。では武蔵浦和で、これ今ですね、何をやってるかというと、まあ、この各駅停車から快速に乗り換えるわけなんですが、この行動今度できなくなります。何かというと、快速が北代の南代の中浦和に止まるんだから、各駅停車から快速に乗り換えるなんていう行動はもうないんですよ。なので、この行動
一度でもやってみたかったというわけです。まあ、快速にはこの後乗らないんですけど、こういうわけなんですね。だからこの今この各駅停車と快速がこの接続を取っているこのシーンももう見納めと、あと1週間でというわけでございます。で、右側にやってきたのはこれ最終車両138ということで、2週間しか現行停車駅をね堪能できなかったかわいそうな車両でございます。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。4番線に17時4分発各駅、3番線ドアが閉まります、ご注意ください。でご視聴ありがとうございました、これがですね、埼京線快速新規停車駅を巡ってきた動画でございます。はい、では新しく埼京線にもぜひ期待と期待を込めてこの動画を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。